皆さんこんにちは、こんばんは、ラピ TV です。本日はマーズマル秘スクープ驚愕特番、ケイシが見つけて発見したついに火星の都市発見の、これが写真となります。ビル群が点々と並んでいる様子、これは実写映像、火星探査衛星が撮影した写真の中にあったビル群が写り込んでいる写真を拡大したものとなります。それでは早速今日はスペシャル特番で見ていきたいと思います。それでは写真の方からです、どうぞ。こちらが例のように赤道、この真ん中、火星の赤道のところに赤線を引いております。それのこのまた赤枠内、前回第1回で放送した、まあ、あれと違って今度は真逆の方に同じ、今度は3本平行に並ぶ不思議な溝、そこに多数の都市が映り込んでいるのが今回発見されました。座標はね、ケイシが送ってくれました、これとなります。この部分に火星探査衛星が貼り付けた写真があります。第1回と全く別の真裏側になるといった地点にも彼らが作っているという、今日は驚愕の映像をお見せしたいと思います。そしてこれがその写真です。第1回とは違って、これが今回またまたケイシが見つけて私に座標と写真を送ってきてくれたものを、私が、まあ、細かく分析して私が見つけたものもあります。その中でそれも含めて今日は皆さんに、まあ、スペシャル特番で今日は火星の真実を皆さんにご紹介します。いつものように第1弾でお見せしたのは日本線でしたよね。今回は3本のラインが平行に走っていて、そこにビル群とか都市みたいなもの、そしてまた入り口のようなものがあって、まあ、ものすごく密に混んでいる地点と点々と点在している地点があります。やはりこちらの方に行くほど郊外なのか、まあ、そのポイント、ビルのようなポイントは間隔が空いております。そしてこの中心部に密集しているということで、今回この黒い部分で、まあ、すごいビル群を発見しましたので皆さんにご紹介します。そしてこれがそのラインを引いた3本線ですね。黄色い3本線引いてますよね。この通りに綺麗に直線上、この間隔、もうこの間隔とこの間隔は全く一緒です。その幅を綺麗に、まあ、測定、なんていうかな、計算して測量したみたいに作られた大都市と入り口が並んでいる地下通路、おそらく下は地下通路だと思われます。そしてこの辺にはありませんが、何かここら辺も盛り上がってますので、本当深い部分にはあるのだと思われます。そして次です。これがその入り口ですね。第1回でも見せましたけど、これも写っております。この上空から撮った火星の衛星写真にこういう風に写っております。これですね、大きな長方形の入り口、この辺にもあります。そして今回はこれを追って探していたところ、これだけ穴が開いてるのか影なのか、このあの平行なラインに沿ってこういう大きな穴と、こういうふうに橋のようなものがこう見えますね。これが影なのか、それとも穴がほげているのかは分かりませんが、おそらく地下道の穴だと思われます。これ皆さんどう思われますか。まあ、火星もある程度地下に空洞のように彼らがもう空間を作っているのでしょうか。ひょっとしたらこれは、まあ、浄化システム、排気装置の一部なのでしょうか。地下の、まあ、汚れた空気と外の空気を入れ替えるための浄化 空調システムなのでしょうか。そしてここに建物のようなものも見えております。まあ、全部が同じものではないのでね、皆さんにいろいろ写真、今回見つけた不思議な謎の構造物から全てこういったものもお見せしますので、皆さんのたくさんのご意見、そして推測お待ちしております。確かに火星人が存在している証拠ではないでしょうか。これはやはり火星には何種類か、まあ、少なくとも3種類ぐらいの種族がいるという私の知見となります。これは同一のものだと思います。こんな感じで。そしてこの緑っぽい部分はひょっとしたら
植物が生えているのかもしれませんよね。緑がかってますよね。はい、そしてこれです。これ拡大した、建物のようなものと下に地下通路につながっている穴がたくさん開いてます。地下に入る入り口にしては穴が開きすぎてますよね。皆さんどうお考えでしょうか。そしてこれです。ずっとこれが長く3本平行に同一間隔で並んでいるというものです。こういうふうに密集しているところもあれば、また点々と、その密集間隔が広がっている部分もあると。これがもう一番大都会の部分だと思われます。拡大するとこれです。どうでしょうか。変わった建物が見えます。入り口なのかどうかは私も推測して皆さんに話しかありません。これ横方向から撮ってますので、真上ではなく横方向なので、構造物がはっきりあるのがわかります。ここに四角い構造物があって、これが影なのか、ぽっかり空いている空間なのかはわかりませんが、2つのタイプの意見がありますよね。これ空間のように穴が開いているという方もあるし、向こう側からあった影が映っているという方もおられると思います。皆さんどう思われますか。この座標貼っときますので皆さんぜひ見てみてください。そしてこれはちょっとハート型のような形の入り口の構造物、いろんな変わった構造物が見えております。そしてこの緑色部分は植物かもしれません。火星には植物も生えないと言ってましたけど、火星実際は地球にある程度近い感じの水も、最近赤道の火星の赤道の近くの地下でかなり大量な水が凍りついて存在しているのが NASA が発表しております。そして今回見つけたのがこの黒い部分で、ビル群がここです。これが走っている、はい、溝です。あの地下通路のようなところの上に立っている入り口だったり構造物だったりする部分となります。上もこれもそうです。2本目、そして3本目、この3本ラインの上に全ての構造物があって見ることができますので、ぜひこの座標を貼っときますので、皆さん Google Earth Pro 立ち上げて、これを土星のマークのところを火星にして見てみてください。はい、これがその都市の写真です。どうでしょうか。できるだけ解像度を上げて皆さんに見やすいように、編集してお見せしております。明るくしたものですね。写真ソフトをつけて、コントラストとかそういったものを上げてできるだけ見やすくしたものです。こういった構造物が見えております。窓のようなもの、そして明らかに影じゃなくてやっぱり入り口ですよね。そして点々と構造物が並んでおります。そしてこれも引いたところ、似たようで同じものがなかなかないといったものです。ここもズームするとアンテナのようなものが立った家があります。構造物、そして入り口です。そしてここは大きな入り口がぽっかり口を開けております。ここもそうです。はい、これが構造物をズームしてたところです。あのラインはこれですよね。そのライン上にこういうふうにあるということになります。そしてこの緑がかったものが、植物かもしれませんね。彼らの食料源となっているものかもしれません。あくまでも私の試験です。今回はこれをね、またケイシが発見しましたんでね、座標を送ってくれましたので、また火星シリーズ、どんどん送ってきてくれて、まだ不思議なものも続いておりますので、これ以外にもまた続編で上げていきたいと思います。今回は一番びっくりする、予告編でお見せしたものをお見せしたいと思います。これが構造物です。明らかに知的生命体が作った不思議なデザイン、地球人が作るようなデザインではない入り口ですよね。見てください。明らかにここ綺麗な計算されたようなものと入り口です。ここに壁のようなものがあって、ここ入り口が見えて、ここに入り口が見えております。これも変わった大きな建物の入り口だと思われます。そして次です。今日は長くなっても全てお見せします。これですね。明らかに構造物が立ってますよね。これもそうです。まるで都市みたいです。これ引いたところです。上空の火星の探査衛星が撮ったあの写真の部分を拡大したものです。こ
これで見るとはっきりと構造物がこういうふうにビル群が建っているのがわかると思います。小さいビル群はまるでこれはまあドミノ倒しのドミノを並べたような感じで建ってます。ちょうどドミノの感覚に似ているような感じで、この辺は集合したものが、四角いものがこういうふうにビル群が建ってます。そして大きなビル群、はい、そしてこれも代表的な大きなビル群です。どうでしょうか皆さん、これはただの石の見間違いではないですよね。こういうふうに直線的に3つ平行のラインに等間隔でまあ並んでいるという感じです。まあ等間隔で等しくはないですが、まあ密集している点とこういうふうにドミノように並んでいるといったものが映り込んでおります。もっと鮮明な写真が欲しいのですが、これがまあ限界となりますので足からずです。まあこれがまあ NASA がまあ通常この Google Mars に貼れるまあ限界のぼかしが入ったグレーゾーンの映像となります。それをできるだけ見やすくしたものです。まあ構造物ですよね。見てください、まるで都市です。今回初めてこの都市のように映っているのを見つけました。そしてこれもそうです。この緑の部分がおそらく、まあ、植物だと思われます。そしてこれが洞窟のような入り口です。ここが中心部ですね。その横にも四角い扉のようなのがあります。これもまた変わった建物です。これが地下に入る入り口の大きなところ、ここが階段がありますよね。ここから入ってここに何か門柱のようなものがあって、ここから中に入れるといったもので、この辺は植物に覆われていると、まあ、どっかの、まあ、遺跡の地球の遺跡の遺跡群がジャングルで見つかったような感じの、まあ、あの写真になります。まあ、これでカモフラージュしているつもりでしょうかね、彼らも。こんな感じで写っております。やはり地底に住んでいるということではないでしょうか。そしてこれが一番驚愕の都市ナンバーワンと私がつけてます。私がそのずっとあのライン上を追っていって見つけた都市のようなものです。はっきりとビル群が映っております。向こうにもビル群がずっと見えてます。鮮明にできませんが、こう凹凸があって、この昔のトランジスタラジオの基板のような感じに見えますよね。これちょうど写真をね、斜め側に倒して 3D に起こして見せているものとなります。明らかに岩とかの形ではない。天井部分は平らですよね、計算されたように。そして、まあ、大きいものから小さいものまで街並みのように見える、まあ、都市のビル群が向こうにずっと続いているところの、まあ、映像写真画像と真実の、まあ、写真となります。実写映像です。そしてこれです。そしてこれ、はい、ここにあるスケールは関係ありません。ここ3メーターってなってありますが、こんな短いものではないです。あくまでもこれは Google Earth 用のあれです。はい。そしてこういう建物のようなものが見えております。そしてこれが上から見たちょっと引いたところのあの直線上の一箇所、丸いものがあって、明らかに構造物のようなものが見えている地域です。そしてドミノタワーのようにビルが建ってます。そしてこれも、そしてこれが過去、これ私投稿しておりますが、NASA のマーズローバーが撮った実写の映像写真です。ここに丘の上に白くハレーションが起きておりますが、これと今回のこの下のボケている、ぼーっとしているの、今回のと比べてください。似てますよね。同じ種族のものだと思われます。これも過去の私の火星シリーズに出てきますので、これは NASA のマーズローバー探査車が撮った映像に映り込んだ火星の、はい、都市がハレーションでわざと隠されておりますが、明るく光っている、ここ四角いですよね。扉もはっきり映っている映像です。これとこれは酷似しておりますので、同じ、まあ、火星にも3種類から4種類の種族がいて、その中の種族の同一種族のものだと思われるものとなります。私のあくまでも試験です。そしてここにピラミッドのような山があります。
そしてこれが実写のその NASA の探査車が撮った映像写真です。この白い部分、はい、そしてこれ、そしてこれですね、そしてこれ、まあ過去の私の火星シリーズのこの写真も入れながらお見せしたいと思います。関連性があると思いますよね。そしてこれもそうでしたね。これも、はい、ちょっとくぼ地のようなところに作っている大きな、はい、構造物、建造物です。そしてこれもそうです。大きな建造物と柱がある。そして前にこういうバルコニーのような大きな庭があります。そしてこれもそうです。すべて火星の探査車や火星の探査衛星が撮った火星の写真に写り込んだものとなります。ここにはっきりと構造物が写っております。そしてこれもそうです。これも種族が違うと思いますが、おにぎり像のこういう何かモンゴルのあの家のテントのような形をした感じの、はい、これも実写映像、火星の探査車が撮影した映像を拡大したものとなります。そしてこれが今回 Google Mars でケイシが撮った写真の中の座標の中の一部の写真をお見せしております。これ拡大しますと光っておりますが、全部構造物であるということがお分かりになると思います。こういうふうに立体で立ち上がって見えております。はい、この平らな平野みたいなところにこういうふうに直線で3列に並んで、ずっとここドームのようなものもありますよね。これをお見せしたいので、これ写真撮りましたけど、ここにドーム状のものがあって、丸いここ見えますかね、丸い窓のようなものが2つ見えております。引くと分かると思います。そして入り口のようなものが無数あって、ずっと建物が並んでます。そして次です。はい、これが横方向から倒して、まあ、平面にして向こうを火星の地平線にしたものです。これで黄色い線にこのように手前からつながっていっているということです。これが3本あります。1本2本3本。そしてこの距離大体測ったんですけど、結構短いです。 820.1m となります。まあこれは Google Earth のスケールなんで、このスケールが正しいかどうかは分かりません。そしてこれ、そしてこれですね、方向を変えて向こうに山に向かってこの点々と建物と入り口が続いているところです。おそらくあの山の中にも秘密基地のようなものがあるのではないでしょうか。これずっとつながってますので、まあ交通機関のおそらく地下のちょっと浅いところを通る、まあ地下鉄かリニアでつないでいるものではないでしょうか。第1回で見つけたところと火星の真反対側にありますので、かなりまあ距離は離れている地点に同じようなものが存在するということは、彼らは火星をもう自由に行き来しているということになるのではないでしょうか。これが真正面から撮ったところです。向こうが山です。そしてこういう平地の部分にこういうふうに走っております。もちろん山があったら軽い丘の部分も貫いております。彼らは一体何を作っているのでしょうか。はい、これが言いたところです。これがまあ 3.91 キロありますね。ここからここまでで 3.91 キロ、あの山の方からずっと一直線つながって3本、ここにもありますよ。ここにもあって、ここにも1本2本3本、こっちの筋見えますよね。この3本に各こういう構造物、建造物、都市が見えるという写真を今お見せしております。これは実際の Google Mars を水平線に倒してお見せしているところです。漢字が分かるように、これがそうです。実際イメージ NASA USGS、 イメージ NASA の JPL ユニバーシティオブアリゾナが撮った、まあ、写真となります。はい、これですね、実際の NASA の、はい、衛星写真である照明です。こんな感じです。こういう風に並んで3本の線がずっと、まあ、10キロにわたってあるということになります。
そしてこれ、まあ、第1回でもお見せしましたが、全く違う月の、また火星の全く裏側にあたる部分に今回は発見したものです。ということは、同じようなものを彼らは作っているということです。これがまあ割と平野ですよね。山があって、平野のところに3本ずっとこういう、まあ、地下通路のようなところに上に作っていると。ドーム状のものから入り口のようなもの、そしてあのドミノのような建造物に至るまで彼らは何を作っているのでしょうか。皆さんたくさんのコメントお待ちしております。はい、そこそこによって模様が違うし、構造物も違います。はい、そしてこれ、まあ今日はだいぶ撮ってますのでね、全て同じようですが、全てが似ているようで違うと、微妙に違うと。はい、これ構造物、拡大するとこうなります。そしてこれもそうです。入り口と、はい、構造物、はっきりと火星に火星人が存在して、知的生命体がこういった構造物を作って、まあ、活動している証拠ではないでしょうか。まあ、火星はまあ何もいなかったり、異星人とか宇宙人はいないと言っておりますが、我々は間違った情報をまあ信じ込んでいるのではないでしょうか。最近はまあだんだんとね、情報がたくさん出て、まあ真実が明るみに出てきております。これは実際 NASA が撮った火星の衛星写真を皆さんにご覧に入れております。この赤い枠の部分を拡大したのがこれです。入り口のような構造物が見えております。皆さん、果たしてこれは何でしょう。皆さん、専門知識がある方、また建築学に詳しい方、こういった構造物は確かにこれはそういったフィルムの貼り合わせとか、そういったものではないということがお分かりになると思います。はい、これが代表的な入り口と四角い構造物を拡大したところです。こういったものが点々と並んでおります。まるで、まあ、何かジーパン あのチャックみたいな感じに見えるように並んでますよね。そしてこれもそうです。引くとチャックに見えます。そしてこれ、そしてこれ、ひょっとしたらこれは、まあ、彼らも火星の、まあ、地下のところに、まあ、人工構造物をたくさん地下に作っているものなのでしょうか。皆さんのコメントをお待ちしております。そしてこれが代表的な拡大したもの、四角い入り口と、はい、こういった前が整地されたこういう道路のようなものがあって、こんなコンビニのような形のものが見えております。そして引いたところ、そしてこれ、今日はまあロングバージョンで同じようなものを見せておりますが、これ全部皆さんたちに見せたくて、興味ある方はぜひ座標貼っときますので見てみてください。そしてこれ、そしてこれですね、急いでお見せしていきたいと思います。そしてこれがまるでビルが建っているように見える写真です。そしてこれもそうです。これもそうです。かなり鮮明にした方ですけど、はい、どうでしょうか。ズームすると入り口、大学のような入り口が見えますよね。壁と入り口と建物、まあ、微妙に違った建物が点々と存在しているのが見えると思います。そしてこれ、そしてこれがその幅は分かったものです。3本線の向こうからここまで平行に3本走っている、このまあ横幅が 146.11m、 割と短い間隔だと。まあ、ここからここまで 146.11m というのは異様に短いですよね。まあ、その辺が謎ですが、この数値が正しいかどうかを何度も言うように、皆さんたちの、まあ、これはおそらく Google Earth にしか適用しないスケールだと思われます。そしてこれがその点々としている構造物がはっきりと写っている写真となります。この丸いのがドームです。そしてこれが下穴ですね。下に届いている穴とか入り口が黒く見えているものだと、まあ、思われるものです。この丸いのとこういう黒いのが交互に交互にこういうふうにつながっていっているのが特徴的だということになります。今回も月の、火星の裏側で今度は3本の平行線で走っているものを
今日はケイシが見つけた座標で詳しく見ていっております。それでは実際に最後にそのまとめた映像を見ながら今日は終わりたいと思います。それではまた次々と見つかってますのでね、皆さんにぜひそれをまあお見せしたいと思います。まあその前に実際の Google Mars を立ち上げてまあお見せしますね、ロンギバージョンで。ということで今これがまあ今回地下入り口見つけた写真が貼っている部分です。これです。はい。でまあ第1回見た方のために位置の違いをお教えしたいと思います。同じものではない証拠にこの第1回のはこういった火星の真裏にあるということです。ここです。はい。全くかなり離れた、はい、半回転した位置に貼ってある写真がこれです。これは日本線でしたよね。そして今回またケイシが見つけたものがこちらの位置となります。ぐるーっと回ってもう、まあ、反対に彼らはまたこの写真を貼り付けているところに3本線の都市だったり入り口だったり構造物を今日皆さんが見てきた写真がここで見れるというわけです。この位置貼っときで、まあ、全部は貼れませんのでこの写真の位置と座標いくつか主だったものを貼っときますのでぜひ皆さんもその目で見てください。 NASA はやはり怪しい部分を知っててそこの写真をこういうふうに貼ってますよね。私たちに少し情報開示をしているものなのでしょうか。皆さんのたくさんのご意見お待ちしております。そういったわけで、まあ、特にビル群の一番最後にこれをお見せしてこの位置ですね、ビル群が立ち並んでいるこれが今回見つけた実写映像のとこです。ここたくさんのビル群が見えます。ビル群の、はい、こっち側のラインにもビル群、これですね。はい、これがそのビル群となります。こういうふうにドミノのようにいると。そしてここにもはっきり家のような構造物、白い構造物がアンテナを出して立っています。そしてこれ、はい、どうでしょうか。こういった感じに並んでいる都市のように見えるこういう構造物が今回はっきり見えますのでぜひ皆さんこの位置の座標を貼っときますので皆さんの詳しいコメントをお待ちしております。長くなりましたけど最後にまとめた動画ナレーションしながら終わりたいと思います。ではどうぞ。はい、これが赤道の火星の赤道の位置ですね。そして第1回とは違うまるで真反対の位置です。で、また3本ラインのものを見つけました。黄色い3本線がこれです。寸法を測りましたので、この間隔が 72.91m ですね。そしてこれがその火星の都市群です。どうでしょうか。まあ、うまい説明とナレーションができませんでしたけど、皆さんに早く見せたくて、まあ、編集悪いですけど、できるだけ分かりやすく、まあ、撮影して見せたつもりです。またいろんなの見つかってますんでね、また火星シリーズ何回かやってその後また太陽シリーズの情報も入ってきておりますので皆さんにお見せしたいと思います。はい、これなんかはっきり写ってますね、割と、はい、鮮明にした。これがビルのような大学のような建物です。そしてタンクがあって大きな四角い入り口のようなものがあるもの、そして横方向から見ている映像です。はい、このようにチャック、ジッパのような感じに見える、はい、彼らは火
火星に何を作っているのでしょうか。まあ、推測として、まあ、地下道があってそれぞれに上にこういう構造物を建てていると、地下と、まあ、上を行き来しているものだと思われるものが、まあ、たくさん今回その実写火星の探査衛星が撮影して貼り付けた実写 NASA の映像に映り込んだビル群、都市のようなものを今日はご紹介しました。また次回お会いしましょう。ラピ TV でした。